選手団の宿舎で倒れているのを発見された韓国の有名女子バレーボール選手について、チーム側は元気にチームに戻ってきたら、話すと立場を明かした。現地警察によると、去る7日午前0時ごろ、京畿道四院市の女子バレーボール選手団の宿舎で A 選手が倒れているとの通報が入った。幸い、命に別状はなく、すでに退院し休養しているという。A 選手が倒れていた理由は、 自殺未遂ではないかと報じられているが、所属チームは現時点で詳細な経緯を明かしていない。チーム関係者は現在、選手の体調はいい。選手が十分な休養を経て、元気に戻ってくることを全員が願っているとしチームとしては、公式立場を出すことで全選手に負担を与えてしまう可能性があることから慎重になっている。選手の安定を最優先に、 選手が元気に帰ってきたら話をするのが最善の策だと考えていると説明した。自殺を防止するために厚生労働省のホームページで紹介している主な悩み相談窓口。心の健康相談統一ダイヤル、0570064556。寄り添いホットライン、0120279338。岩手県、宮城県、福島県から。 0120279226。命の電話、0570783556。